国鉄滝5050 50経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式より改造され、別形式となった滝26200型についても本項目で解説する。滝5050 50型は塩産 塩酸及びアミノ酸専用の三十五トン石タンク車として九百六十五年から九百八十一年にかけて五十三ロット百九両が日本車両製造、汽車製造、富士重工業、川崎重工業、日立製作所、三菱重工業、富士車両の七社で製作された。うち4両は他形式からの改造車である。記号番号表記は特殊表記符号。 公前知事、小滝と表記する。落成時の所有者は、丸昇産業、日清工業、日本ソーダ、住友商事、三井フロロケミカル、新日課産業、伊藤忠商事、日本トレーディング、鶴見ソーダ、関東電化工業、三谷産業、あたけ産業、三井物産、錦木商事、日本石油輸送、日本陸運産業、ソーダ商事、日経加工。 滝化学、大阪ソーダ、日清電化、西井、山陽国策パルプ、小西安、東亜合成化学工業の25社である。1979年10月より化成品、分類番号、新82が表記された。タンク体材質は一般構造用圧縁鋼材製であり、このため内部に腐食防止のためのゴムライニング処理が施されている。タンク体には、と表記された。 二役方式は、タンク上部の液入管からの上入れ、液出管と空気管使用による上出し方式である。寸法関係は、タロットのためロットごとの違いがあり、全長は 1900mm から 1900mm、全幅は 2420mm から 2606mm。 全行は 3860mm から 3874mm。台車中心間距離は 6800mm から 7800mm。重量積は29.6立方メートル31.8立方メートル。時長は16.0トンから17.4トン。換算量数は、積車5.0、空車1.6である。1987年4月の 国鉄分割民営火事には67両が JR 貨物に継承されたが、徐々に廃車となり、最後まで在籍した1両が2009年度に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。1985年7月2日に、日本車両製造にて、多機5 5 0型より1両が35トン席、 アエンソさん、相大駅専用車への専用種別変更改造が行われ、形式は新形式である、多機26200型に変更された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前置士、小滝と表記する。種車は1977年4月14日、製造の多機5050型では、唯一の富士車両製である。改造内容は、 タンク体内部のゴムライニングを撤去し、FRP ライニングとした。このため外観上の変化はない。本形式の他にアエンソさん、相談機を専用種別とする形式には、多に24,500系の一形式があるのみである。所有者は大阪ソーダであり、その常備駅は桜島線の味川口駅であった。化成品分類番号は、新81が表記された。 塗色は黒、全長は 11700mm、全幅は 2460mm、全高は 3869mm、台車中心間距離は 7500mm、自用積は29.1立方メートル、自長は17.2トン、換算量数は積車5.0、空車1.8、台車はベッテンドルフ式の TR225 であった。 1998年12月に廃車となり、同時に形式消滅となった。国鉄滝26,200経過者に関するカテゴリー、ありがとうございます。